You may know her as the bubbly Japanese pop star Shoko Tan, but the 27-year-old Shoko Nakagawa has a weak kneed moment of fandom too. The bright-eyed singer is in fact a Bruce Lee fan and a follower of Kung Fu flicks. In Singapore to stage her first concert here, Shoko tells us how her chance meeting with her idol Jackie Chan was a dream come true, one that encouraged her through her rocky start as a J-pop star. ありました。本当に17歳の時はすごく暗かったし落ち込んでばかりいました、自分の体も顔もコンプレックスでいっぱいで、でもグラビアアイドルに憧れてこうなりたいなっていう夢で憧れで、それで応募してみました。学校でも友達がいなかったり、最初に入った事務所がなくなってしまって、それでどうしようって最初の3年ぐらいずっと悩んでばっかりいました。だから今と比べると全然夢とかなかったけど、なんだろう、憧れの漫画家さんや、そしてそちょうど15年ぐらい前にジャッキー・チェンさんに偶然香港でお会いして、で単なるファンでしかなかった私にご飯をおごってくれて、直接いつかありがとうっていうことを伝えたいと思って、それが芸能界を目指すきっかけだったんですけど、このお仕事を続けていればいつかありがとうって言えるかもしれない、その目標のためにやめないでよかったと思いました。去年その夢が叶って、だからなんだろう、一個の一回しかない人生の中で、イラストとか、テレビコンサート様々なことができて本当にありがたいし幸せだと思います。だけど続けることってすごく難しかったりするので、これからももっと勉強して言葉やスキルをつけて、まだまだ頑張りたいです。もっともっとコンサートができるようになったのが一番ありがたいので、これからもいろんな場所でコンサートできるように言葉を勉強したいです。はい、10年目ということですごくびっくりしています。10年前は全然夢とか希望がなかったし、ずっと泣いてばかりでネガティブだったのに、今の方がたくさんやりたいことや夢がたくさんあります。そしてまさか10年目に大好きな香港やアジアでコンサートができるなんて、そして夢だったアニメソングを歌うことができたり、本当にびっくりしました。夢がたくさん叶いました。大変なこと、やめようとしたこともたくさんあったけど、何よりコンサートができるようになったこと、アニメソングを歌えるようになったことが一番本当に良かったなと思います。10年前はとにかく暗くて落ち込んでいました。でも絵を描いたりインターネットしたり、そういう趣味はずっと今も変わってないんですけど、インターネットのおかげでたくさんの同じ趣味の仲間と出会って、だから自分一人じゃなくてファンのみんなと一緒に作った10年間だったなと思います。今も昔も競争率は高いんだと思います。なかなかやっぱりチャンスってないけど、諦めない心と、これがやりたい、これが好きって毎日24時間ずっと心で念じることって大事なのかも。私の場合は、スタートは全然グラビアアイドルから始まって、全然違う職業だけど、でもアニメのオーディションを受けて、それで声優の仕事が初めて決まった時にすごく嬉しかったです。自分の声に自信がなかったけど、その声だからこのキャラクターに合格したんだよって言ってもらえた言葉が一生忘れられません。その監督とはそのラプンツェルの時にももう一度お仕事ができたんですけど、変に声を作らないでその生まれた声で勝負してやってみてと言ってくれたので、自分のコンプレックスが意味を持つっていう、すごく嬉しかったですね。はい。ネガティブな気持ちが明るくなりました。だからこれからも、諦めないでずっとアニメソングと声優をやりたいって、毎日毎日念じます。She may have been in the J-pop business for 10 years, but Shoko has a high opinion of the K-wave and her K-pop counterparts in showbiz. 私は全然ベテランじゃないし、まあ、もっと歌ももっと上手くならないといけないと思うし、ベストアルバムが出てやっと
第1弾終了っていう感じですけど、まだまだやりたいこともあるから全然途中です。そして私はいつも毎日聴いてるのって古いアイドルとかアニメソングばっかりなので、あんまり新しいこと詳しくないんですけど、国を越えてそうやって活動する皆さんがすごくかっこいいし羨ましいし憧れます。だから言葉、私が中国語で自分の曲を歌ってみてすごく難しくてびっくりしました。歌詞を見ないで歌えるようになるまで毎日何時間も聴いてやっと歌えるようになったんですけど、韓国の方は本当にね、みんな日本語話せるから、それはすごく努力して、そして努力してこその、その歌の素晴らしさと美しさがあるから本当に素直に尊敬します。ただ私は本当に古い時代の曲が大好きなので、もっと勉強しなきゃなと思います。 But Shoko is still very much a Japanese anime girl at heart. 一番好きなキャラクター迷う、たくさんいます。憧れのキャラクターたくさんいて、特に女の子のキャラクター、セーラームーンとか初音ミクとかエヴァンゲリオンのアスカとか、強くて、怒りっぽいキャラクターが好きなんで、エヴァンゲリオンのアスカですかね。憧れて髪の毛を伸ばしたりしました。じゃあ行きます。バカシンジ、あんたバカすいませんでした。 With a constantly bubbly persona, what is Shoko Nakagawa like in real life? Find out in our previous clip.